え、タマズクッキングとタマズキッチンどっちがいいと思う？タマズキッチンだとモコズキッチンのパクリみたいだよね。タマズクッキング、タマズキッチン。タマズキッチン、料理ができるようになりたいということで、昨日ね、このエプロンをアフタヌーンティーで購入したんですけど、せっかくエプロンも買ったということで、今日はね、こちらのホットケーキミックスを使ってプチパンケーキを作っていきたいと思います。材料はこちら。ホットケーキミックス1袋 150g、 ヨーグルト1個、牛乳 60g、 卵1個。今回のせていくものはアボカド、ミニトマト、生ハム、とろけるチーズ、クリームチーズ、ベビーリーフ、あとはお好みのジャム。今回私はこちらのイチジクのジャムを使いました。まずはこちらのボウルに卵、牛乳、ヨーグルトを入れて混ぜ合わせます。なんかね、ヨーグルトを入れることによってちょっとパンケーキがふわふわになるみたいです。ちょっと危ない粉を入れていきます。ふるいを使ってホットケーキミックスを少しずつ入れて混ぜていきます。ちょっとね、ヨーグルトの匂いがする。さっきヨーグルト入れてるじゃん。生地完成。次はこれを焼いていきます。とってのとれるディファール。こちらは特別な取れないタイプでございます。中火の弱い方ぐらいにします。今ね、このフライパンなんですけど、キッチンペーパーに油を染み込ませてシュ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 ってやって一回拭いてます。スプーンを使って自分のお好みの大きさになるようにフライパンの上で焼いていきます。これがね、プツプツなってきたらフライ返しで裏返していきます。焼き上がったので、次はこの上に材料を乗せていきます。チーズは4等分、トマトは半分、生ハムはそのまんま、アボカドを切ります。おー、てってれーん、めっちゃ綺麗じゃない。こっちの半分を使っていきます。ここやってもらったんですけど、こうやってやって剥きます。あれ、あー、なるほどなるほど、こうやるらしい。こうですね。お、おーろろろろろろなんでクスクス笑ってんの。ドンドンねえ、なんで笑うの。はい、完了です。これで終わりじゃない。チーズはちょっと焼くの、焼くな。チーズの方を下になるようにして焼いていきます。ちょっとね、チーズは2枚重ねました。こんな感じでとろけたら完成です。はい、これで完成です。ちょっとね、あまりにも私ができなさすぎて、これはね、お母さんに作ってもらいました。生ハムとかね、アボカドとかを挟んで、このハートのピックで両方からグサグサっと刺しました。チーズもね、いい感じにとろけてて、とっても美味しそうです。それではいただきます。じゃ、チーズのやつ食べます。おお、めっちゃチーズとろけてる。めっちゃ美味しい。あとね、チーズ2枚重ねにしてよかった。チーズにね、厚みが出てよりトロトロ感が出ました。アボカド、クリームチーズ、生ハム、生ハムのね、ちょっとしょっぱい感じとクリームチーズのなんかちょっとまろやかな感じが混ぜ合わって、で、私の大好きなアボカドが入ってるでしょ。もうめっちゃ美味しい。これ一番いいな。チーズよりこの組み合わせの方が好きかも。今回はね、ちょっとだけお母さんに、今回お母さんにちょっとだけ手伝ってもらったんですけど、ちょっとじゃなかった料理ができない私でも頑張れば作れそうだなという感じだったので、ぜひ気になる方は作ってみてください。それでは今日のタマズキッチンはここまで。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
今日はですね、昨日のごめんなさい玉ずくっちんあ、ブーなんて同じじゃないよ、今の足がブーってなっただけ。